4月15日、今緊急でカメラ回してるんですけど、本当に大変なことになった。急に呼び出して何？前はネットカフェや24時間営業の店とか、河川敷で一夜明かしたことある。ネットカフェとかは友達とオールで行ったことあるけど、河川敷とかで過ごしたことはない。俺学生の頃友達と遊んで、始発までの時間をこれらの場所で過ごしたことがあります。その数時間だけ、その日限りといった使い方する人が多いであろう場所を生活の拠点として利用せざるを得ない人たちがおること知ってる。わかるよ、よく駅におるよね。最近渋谷駅行ってんけどさ、駅地下で座ってボロボロのおじさんが雨乞いしとって、それがホームレスです。いわゆる路上生活者で、居場所すでに失った、あるいは現状失いつつある全ての人のことを指すんやけど、今まで20年以上生きてきて、身の回りの人間で野宿者とか車上生活者の人とおった。うちらもさ、ホームレスの一人やったよね。一瞬だけね。一度俺らの地元の石川県白山市でホームレスのなんかトップの界隈の人がおるげんて、その人に伝授してもらってホームレス生活を送ったことあって。でもあれは俺らは劇団と試合とったわけやん。今日朝一でお前をこの部屋に呼んだのは、指令で初めて出現してホームレスが。マジでガチ本当の。うちらの知り合い？もう一切やらせなし。関東の友達、俺もお前も共通の。そんな人おったっけ？うちらまだ友達おらんくね？動画にも出たことある俺らの友達、羽川龍也知ってる？龍也？ねえ、てかさ、今めっちゃお前の息臭かってんけど、マジ最悪。黙っとれ。てか一回顔洗った方がいいよ。ここにさ、ネクソついてるよ。うん。あ、これか。これやろ。うん。この黄色いのやろ。うん。ピタ。何するん？てか、龍也って関東に住んどった？埼玉県に住んでます。富士見野市っていう場所ら辺に滞在しようらしい。もともとは去年の夏に俺と父と母が入院した病院で、ヘリウムこと羽川龍也が介護士をしてくれた方なんですが、意気投合して動画出演もしてくれることになって、結構こういうがあったよね。前も何回も家で遊んどるやん、二人で。そうやね。俺らの友達、羽川龍也の生存を確認しようと、今日埼玉県の方に向かいます。どうするや、セーフソフトってさ、カリカリになって、もしかしたらもう死んでしまっとるかもしれない。いや、その可能性もあるよ。じゃ、まだ伝えないことあれ。だから取っとる場合じゃ、まあ、いいって。龍也の命になんかあったらどうするん？ほじほじほじ、あーうまっ。あー洗ってきていい？くさい。現在ガチで公共施設、河原、橋の下など、完全に羽川龍也はそこを危機の場所として、所持金は16円になって、携帯料金は未納で止められてるくらいヤバいらしい。携帯使えんの？じゃあ連絡も取れんのや。お前泣いてるやん。だってめっちゃ心配になってきたもん。めっちゃガチで泣いてるやん。結構笑っとったのに、なんでそんな涙流すぐらいヤバい。龍也との思い出が蘇ってきたっていうか、てかなんでそんな大事なこと早く教えてくれんかった？昨日の夜、去年俺が働いてた会社の社長の荒木くんから教えてもらって。なんであの人知っとる？羽川と仲良かったから。電話で荒木くんに改めて聞いてみるね。どんな惨状かっていうの、あいつがなんで知っとるんかっていう。繋がるかな。あ、もしもし。どうしたの？昨日荒木くんが俺に教えてくれたじゃないですか、羽川龍也がホームレスになってるって。それについてちょっと詳しく前にも説明してほしくて。え、でも俺カメラ回してんじゃん。カメラまずいっすかね。結構ヤバいネタだよ。じゃあ今カメラの前で喋るけど、多分ヤバいからそこだけはカットしてほしい。あ、わかりました。あいつ介護業界に勤めてんじゃん。その介護の仕事って、日中帯はなんか職員さんが6人ぐらいいるんだけど、夜勤帯、利用者さんが寝た後2人対応の勤務になった時に、夜間の仕事って夕方4時から次の日の朝10時ぐらいまでの勤務なんだけど、夜勤帯が職員2人になるの。その職員が2時間ほど仮眠休憩っていうのを当たって、1人が仮眠休憩してる時に、ヘリウムがその休憩室に入り込んで、一緒に働いてるパートナーを襲ったっていう話。ガチっすかって話っすよ、これが。一番立ち悪いのが、襲った相手が男だったのさ。あいつどっちも生きるから、男も女も。その男の人が次の朝ね、施設長って言って、その施設の一番偉い人にこういうことありましたっていうことで報告して、結局あいつ介護になっちゃう。でもなんでそっからホームレスになる？他にお仕事もあるやん。あいつ介護の仕事しかしたことがなくて、そういう噂って、介護業界って狭いから、すぐね、埼玉県中にその噂が上がって、埼玉のいろんな施設を受けに行ったんだけど、再就職したいために。でも全部その情報が介護業界に広まってて、採用させてもらえなくて、全部滑ってるって言ってた。だからお仕事できん状況ね、今。あいつ今まだ埼玉にいるのかどうかも分かんない。俺、だから富士見野市にいるって昨日はでもちょっと言ってたじゃないですか。あれ携帯料金も止められてるんですよね、なんか。俺も電話したんですけど、一切繋がらないんですよ。でしょ。で、俺もペイペイを送ってんだけど、返ってくんのよ。1万円だけ貸してって言われてるんだけど、送っても金返ってくんのよ。結論どう思います？あいつが悪かったんですかね。やっぱり襲うとかのは良くないよね。羽川龍也が同じ介護の友達を掘ったんですか？そういうこと。勤務中にそういうことしたらダメだろっていう話だよ。決断の確定っすか？いや、間違いないでしょ。とりあえず、これさ、YouTube に上げると全国にバレるからな。まあ、しょうがないっすよ、それ。絶対カットな。とりあえず、俺ら今から埼玉県に速攻向かいますね。見つけたらさ、なんとか捕獲して、あららぎとさ、こんなとやかくしてる暇ないって。早く行こう。すっこむだぞ。早く準備して、マジ電車間に合わんよ。龍也かわいそうやん。もしかして一人でのたれ死んでるかもしれん。昨日から雨ねんから。なんでお前もっと早く教えてくれんかってんて。お前もっと前にはしとったことねんろ。現在池袋駅までやってまいりました。埼玉やもうここから直行するんですけど、マジヘリウム大丈夫かな。マジ心配だったらならんだけど。そうやって早
早く行かんな。埼玉まで行くルートのね場所わかんないです。僕たち埼玉は東京から行ったことないんで電車で。はい、本当にわかりません。ガチで今迷ってるよな。もうめちゃくちゃ迷ってます。もう本当にここ迷路。ここ実家六本木駅を新宿駅だと思って間違えたことがあったんですよ。だから前を頼りに来るのは間違いないと思うんですけど、今前を頼りに来てます。リュウヤ何食べていきとるんだ。近くに川あったら魚でも食べとるんじゃない。あいつにとる能力あると思う。口で掴みそうやん。富士見の駅へ着きました。ここは一体にヘリウムがいるらしい。早く探そう。埼玉に着いたんですけど全然わかんないわけですよ、ヘリウムの居場所が。ちょっと荒井君にもう一回聞きます。富士見市の河川敷におるって聞いとるんやけどな。富士見市の町4丁目付近探してほしい。あ、了解です、わかりました。ホームレスの中の巷で有名ってやつなんじゃない。最後に連絡した時にその一帯に住んでるとか聞いたんですか。雨も風もしのげるとかなんか言ってたよ。すぐ向かうぞ。はい、荒井くんから教えてもらった富士見野の川へ着きました。ここです。広大な景色やね。こんなところにおるん。ここにおるって考えれんくない。え、ってかどうやってさ、これ下まで行くん。これ下におるってことやろ、この橋の下。だから下しかないやろ。だから河川敷ってさ、だから河川敷ってさ、橋の下のことやろ。こんなとこにおる、全然どこもおらんやん。ほら住みやすくていろんなホームレスさんもおるっていうことを言っとったから、絶対まあこの下ではあるよね。わだかまりっていうか集団がおるやろ。どうやって行くん。これ下降りるところないやん。全然見当たらんしさ。岸川、東京からこんなとこまで来るなんてありえんわ。階段ないからちょっと怖いけど、めっちゃアスレチックみたいね。怖いよ。やばい、崖やなこれ。断崖絶壁。ロッククライミングやこれ。はい、待って、どうやって足を踏み出せばいいかわからん。私はカメラ撮っとる場合じゃないです。雨降ってなかったら滑りやしにいいけど、雨降っとるからこの床が濡れてるんですよ全部。そうなんですよ。ほんと捕まっといてくれんけ。あんた分かったって、ごめんって。危ない危ない。あーん、あー、こんな名前やめろ。マジでマジで、あーん、お前マジでやめろっつったの。やめろっつったの。お前バカ落ちるって。お前ふざけんねえ。もう今日歯磨きしてない。おい待て、何ダンボールある。なんかしておらん。ちょっと行け、はい、行け、パッパッパッパ行け。待って、これあれはどういうこと。押さんといて。待って、すぐ行かな。あれ誰かおる。押さんといて。え、確実にあれホームレスや。待って、誰か来ておる。あの人に聞けば分かるかもしれない。滑るなよ、まいちゃん。あ、行ける行ける。ここは乾いてるから行けそうです。謎の人物発見。早く行け。なんか書いてあるね。待って、頭おかしいな。羽川の家、拾ってください、ヘリウムの家。え、待って、ちょっと待って、こいつちょっと何してる、何してる人やこれ。待って、すいません、ちょっと、うわぁ、リュウヤ、誰お前ら、誰お前らじゃねえって。え、ちょ待って、え、ガチだったやん。お前これ荒々言ったこと正しかった。本当に橋の下にも俺絶対にやらせの寝たいとこ取ってる。ねえリュウヤ、何しとるあんた。お前のことずっと探しとってんぞ。誰お前、人の家入ってくんなよ。どうしたそんな顔よ。待て、大丈夫。俺キリザゲージと妹やぞ。助けに来たよ。知らねえよ、お前らじゃんか。知らねえよ、ここの俺の家に何しに来た。いやだから今俺はお前が消息不明って言われてるから。いや、お前俺のことなんで知ってんの。知ってるよ。俺お前のこと知らねえ。俺お前の入院してる病院の介護士してくれとったやん。お前ら行っちゃってんじゃねえの。お前が行っちゃってんでるんだろう。どうしたん、こんなボロボロなお洋服持ってさ、こんな顔がさすだらけで。お前俺のこと知ってんの。大丈夫か。何今日こいつノータリンか。どこのどなたさんですか。いや俺だから俺らはお前の友達や。なんでこんな段ボールの辺境の地で住んどるの。ちょっと待って、本当にクモイの俺無理。本当にマジで、ね、本当に俺クモイの無理。何してんの。クモいるから本当にやだ。何してんの。やだってね、ちょクモ早くしてとって。おらんってそんなの。いる。あーやだやだ。どういうこと。やだやだ、ね、本当無理、ね、本当早くなんかでとって、ね、もういきなりなんか騒ぎ出したぞ。お前幻覚でも見とるんだ。あ、これクモ嫌いな。やだ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 。ねえ、いや、おらんともらんなんだよ。何いきなり騒ぎ出して。ちょっとどうした。どうした。幻覚見とったぞこいつ。薬やっとる。ドラッグやってんの。気づけ、うちじゃね。お前なんでいきなり気づけんてや。本当に記憶飛んどってん。何しに来たのここに。だからてか、なんでお前の子倒してんの、人の家。いや、お前が倒したんだろう。はい、よかんな、マジ。てかさ、また何これ動画晒しに来たんでしょ。だから荒木社長があなたが橋の下で今ホームレス生活をしてるって聞いて、私たち助けに来たの。いいよ別に助けなくたって。え、なんで。もう俺終わってるから人生。同業者に手を出したらしいな。お前それは NG だからやめろ。お前どうせそれまた動画にして笑いもにしたいんだろう。いや、そういうことじゃないって。俺はお前らを助けに来てんで、この惨状を見てもらって、視聴者のみんなにスパチャとかしてもらって援助してもらえばいいやろ。もう終わったんだ。俺は同僚の人に手を出してしまって、上司にチクられて、家賃も払えんくて、家族も家に置いてくれないから、今はここで生活してる。別に同業者に手出さんでもよかったやんけ。別に知り合いに手出せばよかったやん。その人がめちゃめちゃ顔のいい人だったから抑えられなかったんだ。よし、何、一緒に働いてた。働いてた。階は違うから逃げられないようにエレベーターで閉じ込めて。
て。それ監禁した？監禁した。ケツ触って前の方いっぱい触りまくって服脱がせてやべえな。じゃあまあお前は女も男も生きるやんけ、まあ、それは別にいいことやん。俺は別に両党いいと思う。だってプリズンブレイクのマイケル・スコフィールド役のウェントワス・ミラーでさえもそういうことしてるから、別に悪いことじゃない。イケメンもそういうことしてるから、俺は別に何も悪いと思う。それ抑えんかってのがやばい。介護職できんです。しかも聞いたのが同意のもとじゃないのに同意のもとって言い張っとるって聞いたよ。それはバレてるんだったらしょうがないけど、そう嘘ついてた。ちなみにこれ一件だけじゃねえんだ俺。俺女も手出したし男もいっぱいやりもって手出したからこうなったの最終的に。何してるマジでお前。あの国の人たちはここまで来ると豚箱に入れたくないからもう外で寝ろっていうことで財産全部没収されて今があるわけよ。え、自己破産申請とかした？してない。申請すればいいの？え、どういう構造になってんのお前の家は今？持ってるものはこれしかないの。本当に水を今日みたいな雨の日はそこの川で水汲んでろ過して飲む。そこの川でろ過するの？そう。まあめんどくさい時はろ過しないと。たまになんか知らない人たちが恵んでくれるものがあるから。うわお前めっちゃあるやん食料。ミルキシンソンタンさん。おーすごい、いいやん。カップラーメンあるやん。あ、クーモンあるんやん。で、なにこれ？サバ味噌缶。ここその一帯ではホームレスにちゃんと恵んでくれる人おるんやん。これは最後の晩餐でスキヤから盗んできました。何言ってんだよお前。スキヤの醤油盗んできた？うん。やばいやろ。だってさ、何もあの悪いことじゃないように言うよ。なんか自分が正当防衛かのように言うやん。あとはこれ、韓国に行きたかったけど結局夢の韓国にも行けなかったから。俺はさ、BTS よりイケメンだからさ。うわやめて。お前何やってんの。違う違う、ボケボケボケ。あとはたまに俺この辺で来る子供たちにいじめられる時があるから、これで助けを呼ぶんだよね。ちゃんとそんな防犯ブザーもあるやん。えねえねえ、ぬしろちゃん、どうした？もう何食ってんのお前これ。イナゴだ。イナゴ。これ近所のおばちゃんが持ってきたやつ、イナゴだ。ああ、そんなもんももらってんの。そう、これももらって、黒豆ももらった。ああ、いい人たちがおるんね。そう、あとね、小学生からいただいた懐かしいブロックの飴。ああ、鬼滅の刃。ああ、ここお前ホタルの墓にするなよ。聖太さんがちょっと無能すぎて、せっちゃんはあの家から追い出されたわけやんけ。あの兄貴、ほんと無能やよな、これホタルの墓の。まるでお前みたいだ。黙れ。お前ら帰ってくれねえか。もう俺ゆっくりしたいんだよね、ここもうこんなに散らかしてさ。え、毎日ゆっくりしてるやろ、ニートでしょ。いや、もうガチやん。何これ、モグラ遊ばせた。これは、あのその辺で拾ってきたものをきれいに川で洗濯して使ってる今。ちょっと不思議な人やね。今2ヶ月ぶりに俺ら会ったやんけ。あ、なんかおる。やだ、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 今は無理って言って。ねえ、ほんとにやめて、やめろっつってんな。ちょっと待って、マイちゃん見て。え、どうしたそれ。え、待って、まずヘリウムの服装を今紹介します。これ靴下、もうめちゃくちゃボロボロ。これもう穴開き、めっちゃ穴開いてボロボロで、しかもこんなダメージジーンズ履いて、で、からのこんなに T シャツが穴だらけ。何があったお前、いじめられた？いじめられたね。もうこれで3ヶ月ぐらい過ごしてるんだから、風呂も入れない状況。だからあそこの川で頭洗ってる。あー、ここで洗ってるんや。そう、なるほどね。だからこんだけ汚れてる。ちなみにさ、近所の小学生にコーヒーぶっかけられても、これ見て、臭いな、コーヒーの匂い。ほんとなんか一つだけ。どういう感じな？あ、うわーくっつくなお前。頼むからさ、もうさ、ね、ここ汚くしないでくれない？何、昆虫が嫌いなの？俺無視無理、蜘蛛が特に無理なの。何が理由で？昔言うこと聞かなかったから、布団と布団の間から蜘蛛が出てきて人間も食べちゃうと教わってからトラウマなんや。どういうこと？どういうこと？どこの神話を習った？子供を言い聞かせるために親はそういう風に教えられたから。こいつ MDMA やってるわ。何それ？なんか幻覚見てんねん、薬で。大丈夫？でもさ、そんな…ねえ、無理！何？何？何？でかいでかい、あれ蜘蛛でかいよ、あれ。どこどこどこ？でかい！あー、あれか。でかい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 ！無理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 、やめてやめて。あ、じゃあ分かった、お前クモ来たら助けてやる。で、逆にお前これ生活しとってクモによく耐えれたな。こうやって常に逃げてくだけ。なんでこんな主張強いのお前の家。書いてあるだろ、いつか俺を拾ってくれるやつがいるかなと思って。で、なんで顔はそんなボロボロになってしまった？風呂も入れないからこういう風になったの。いちいち聞くなよ。もう分かってんだろう、もうホームレスのルーティンぐらいはよ。ならざるを得んかったっけ？親とか頼らんだ。いや、親はダメって言ってるから。二十歳過ぎてるんだから自分一人でやりなさいって言われてこういう状況なわけ。ひどいもんやね。ちょっとルームツアーしてや、自分の家。これ敷布団、寒いからね。あ、雲おらんて。お前いい加減にしろ、もう。切れるね。ちょっと顔触りたかっただけなの。ね、なんであんなに雲いんの、そこに。なんでや、ね、無理だって。やめてよ、りょうくん、ほんとに。ねえ、もうやだー、警察いないのは。この人たちやるの。警察来てもあんた捕まえ
だけ。はい、行くよ。はい、飛ばした。これはカップラーメンとか飲む時の水で、普通の水を飲んでしまうと体に悪いからって、お湯で沸かすと菌が飛ぶから沸騰させるためのやかん。ちなみにおトイレどこでしとるの？一回行ってみてよ。靴をちゃんと持ってるんや。もらったの、近所のおじさんから。なるほどね。あ、ちゃんとやってるやん。ほんと長生きしてくれや。あ、そうやってやってんの。なるほどね。こうやって。あ、タイタニックごっこしない？ぽい。いや、危ないって。そう、危ないって。お前ここ5メートルはあるんだよ。そうなの？ガチか。お前、俺泳げないからね。死ぬか。お前ここでさ、殺害してみろ。お前もうここ卒業したらいいよ。お前特許来たんだろ、止めてくれよ。絶対やだ、絶対やだ。やだ止めてくれ。絶対やだ。なんでダメなの？やに決まってんだ、お前みたいな武装男。え、だってさ、俺はもともと付き合ってたじゃねえか。付き合ってねえよ、あれネタだから、うん、あれは劇団だった。でもこれやらせじゃない。いや、お前いいだろ、もうそろそろ俺ら付き合ってもよくね。いや、マジで絶対無理。一番無理のタイプだってさ、めちゃめちゃヘラやもん、マジ。それ余計なこと言いすぎねえ。もうバトルしないでくれる。君みたいな人間はサンサーラの BGM が似合うよ。生きてーく、生きている。バカにしに来たんだろ、どうせお前本当に。あ、荒井くん。何？ヘリウム見つけました。よかった、生きてた。なぜ男に手を出したかっていう議題ですよね。いや、男好きだからしょうがないじゃん。ただ仕事時間中に襲ったのはまずかった。でも生きててよかったっすよね。いや、だからちゃんとしたお店行けばよかったんだよね。そう、ニューハーフ風俗行けばよかったよ。いや、ニューハーフ風俗行かなくても別にできる時はできるからな。普通プライベートでって。ちなみにホームレースのご近所さんとかも前いてやってたから。ああ、男同士で。女も男もここら辺3人ぐらいいたんだ。でお前混ざった。4P やってきた。お前これフィッシャーズさんのコラボ動画があってやばいでしょ。お、女1人男2人ぐらいで、はい、回ししてたよみんな。いや僕たちは何してあげたらいいと思います？いや、お前金持ってんだから保護してやれよ。前の家詰ましてやれや。男の方が好きやから、お兄ちゃんの家で。いや、俺は言っとくけど、お前らどっちも行けるんだわ。ガチ。どっちでもいいんだけど。お兄ちゃんあげるよ。いや、お前もいいよ。お金も持ってるし。お前はちょっといろいろ綺麗だし。気持ち悪い。じゃあ俺らで 3P するさ、いける。いける。気持ち悪い、お前ら。ちょっと保護猫活動している友人がいるので、その人たち呼んで、ちょっとヘリウムの対処はうまいことしますわ。やっぱ友達なんで助けてあげたいです。最後ヘリウムに何か言いたいことは？あ、雲歩いてる。眠り、ね、あっちもいる。ね、もうどうしよう。保護猫活動してるあやさんがおるから、ちょっと呼ぶわ。じゃあお前も知り合いやろ。よく遊んでた人。どうしたの？保護猫活動しているあやさんにちょっと助けを求めたくて、一旦富士見野市の河川敷の下来てくれませんかね。川の駅の近くの。ちょっと相談がありまして。はい、お願いします。彼らめちゃくちゃ優しいから、お前のことをワンちゃん保護してくれる可能性もなきにしもあらず。3ヶ月の間クモは侵略してこんだ。してこなかった。今日だよ今日。なぜかこんなにひどくなったんだよ。あ、来た来た来た。眠れー。ねえ、おかしくなりそう。あの、クモが無理らしいです。彼俺の友達なんですけど、ホームレス状態に今陥ってるんです。職場で男に手を出して。やばくて。お前何やってんの？え、待って、クソ。あー、え、ここで住んでるってこと？お風呂何日入ってないの？なんか物質の匂いが入ってる。男は好きなの？改めてね、改めて。でもう広げないで。何が何もいないの？大丈夫だよ。雲でおかしくなってしもた。それは、それかも。いや、いや、やめてって。すげえ。もうやめろって。この雲が無理らしいです、ヘリウムは。こんな雲の何がダメな？こんなはずじゃなかった。どんなはずだったんだよ。ホームレスなんだから、こんなはずだろ。こっち来て、こっち来て。ちょっと何してんのお前。もう目が死んでるんだよ。おかしいって。俺も保護猫活動してるこの3家族と知り合いだったので、まあ、呼んだわけなんですけど。呼ばれてもどうしろってことこれ。え、いつもどんな風に寝てるの？これご飯食べて、水汲んで、それで生活できてんの？できてるから3ヶ月今ここにいる。やばっ。お金どうしてんの？だからホームレスにお金はお前知恵ねえのか。え、なにこれ、ね、友達にお金入れるってこと？なんでトロコ入ってんの？分かんない、下箱入ってますね。ここに入れてやろうか。入れてくれるんですか？うん、やって、よかった。これで縁が切れるなら200円。縁が切れるなら。早く縁切りたい。うん、だから200円入れるといい。あ、頼むか。ここ縁切り神社じゃねえよ。縁結びな。あんたと縁は結ばれたくないわ。じゃあ縁を結ばれたくないんだったら、なんでここ来たのお前。ちょっと心配やった。だって今までさ、それは縁があって来たわけでしょ。動画でいろいろお世話になったから、そういう人がこういう状況になっとったらやっぱかわいそうだなと思ったから来てみたけど、なんか会ってみたらやっぱお前無理だったわ。結んでんのお前。うちのライトなんだけど。ねえ、やってるねこれ。またやったの？お前知人ねえから物結んどるんか。お前でしょ。ねえ、この間も言ったよね。うわ、これ見るの。
そうだ、また侵入してお前で済んだ。いつ侵入したの？3ヶ月も前で。でもお願いします、あのもう寒いし風邪ひいた。なんか人としての信用も失ったね。仲いい人のものも盗むっていう。お前の一日を見せてほしい、ホームレスとしての。まずここから起きて何をするかっていう。ここに顔隠して。そうやって寝てるんやん。こうやって寝て起きて、でまず靴履いてそっち行きます。はい、靴履いたままやね。皮着て台を吸うなりショーをするなりして。押すなよ。で、そ、ね、ね、触るなっつってんの。なんで触ったらやだ。ほんとマジでその手触んの、マジで。なんか振り返るね、足。こいつの方が汚いのに。精神不安定になってるよ、お前。なんか、いびつすぎる動きが。水は…あ、ここ登るの？はいはい、登りまして。すごい古典的な生活をしてるね。ここから水出てきてるんや。こうやって汲んで。これどこから出てる水？あ、これはね、雨だよ。でもこれ飲めるから。まあ、これパンパンにし、今はしないけど。これ塩素まみれやけど大丈夫、多分。雨ってめっちゃ汚いんじゃないの？腹壊したことまだないかな。意外とサバイバル能力あるんやね。お前が乱行したホームレスの仲間たちはどこにいんの？なんか申請みたいのして、なんか普通の生活してるらしいよ。あ、戻った。お前も何それ診断？ちょっとめんどくさくて言ってないだけ。このガスコンロは3ヶ月間持ってんの？あ、そうそうそう。だからこれこんなに壊れてるでしょ。これね、ドンキで万引きした危ないよ。火をつけて汲んだ水、これで温めて、これで菌をまず飛ばす、ろ過する。ちなみに食料なくなったらどうすんの？近所の人たちがね、なんか面白半分でね、バカにしながらだけどね、来るからさ。あ、さっき言っとったね。そう、それで食べてるかな。あ、だいぶ恵みでどうにかなっとるんや。やからお前ホームレスから這い戻らんげんの。こっちの方が楽やから。楽だね。猫保護を大量にしてるじゃないですか。何匹保護してるんですっけ？今79匹の猫保護してるってわけで、もうこいつもなんか猫みたいなもんじゃないですか。ちょっとまあちょっと猫に失礼ですけどね。野良猫保護する感覚で野良ヘリを保護してくれないかどうかと。絶対嫌だ。できたよ。いいね、なんかめっちゃアウトドアやし。今日みたいにやっぱこういう寒い時期がこれからも続くと思うと本当にきついし、ここにずっといてもいつか捕まるんよ。次またその渋谷に行ったりとかして移動はしようかな。引っ越しを考えてるから。人目につくのは渋谷だからね。でも渋谷行ってだから人目についてうちらの評判が下がったらいっちゃん困るよね。俺が前に携帯持ってた時代にホームレスでバズるっていうのを流行ってたわけよ、 TikTok で。俺を使ってくれることによってみんなが伸びて、その代わりにお金弁当買ってくれたりするから。この前なひどかったのよ、一人の女の子。俺のこと使うだけ使って拡散してさ、弁当おごってあげるって言ってセブンイレブンに入ったら、まさかの金も払わず俺に弁当のカゴだけ持たせて出てっちゃったんだよね。とんでもない女だったよ、あれも。え、その子はお前のこと SNS で動画撮って拡散したの？拡散しやがったのはさ、他の近所の子に見せられてびっくりしちゃったよ、なんか。あ、それって騙されたりもしてるけど恵んでくれる優しい方もおるんや。うん。で、いつも朝ごはんこういう感じで食うわけね。そう、これがない時は朝なしですからね。いただきます。普通にうまそうやな、マジで。マイちゃん、俺ら今日昼飯食ってないし、ちょっといただけば。やだよ、こんな雨水さっき雨水作ってきたら皆さん見ましたよね。沸騰してるから菌は殺菌されてるんだよ。一口以上雨水で作ったホームレスラーメン、どうぞ。沸騰してるからね、菌はすっ飛んでるけどね。美味しい。もう待って、そのまま。あそこから汲んでるってことは、汚いなぁ。まあ、もうやってるやん。何も好きもねえじゃんかよ。ちょいや俺はいいわ。逃げた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 。いや俺怖いのはお前のその口元で性病がうつらんから。あ、本当や。だっていろんな人とやってるわけやん。ないからね、性病。病の一つや二つ持ってそうやん。いや持ってねえから。まあ落ちたよね。うん、超硬いけど、まあ美味しいよ。かわいそうだろうな。普通に食べとるし。で、飯食終わったといつもどうするの？これ友達って書いてある、この箱。はい、あげますね。これで乞食行為をするの。たまったお金で自動販売機で飲み物買ったりとか、これを道路の上を歩きながら恵んでくださいってやればみんな恵んでる感じかな。これで乞食行為がまた一日のルーティンの中に含まれる。じゃあちょっと上上がろうか、一回。ちゃんとシャバに出てやるんや。よしよし、道路に出て恵んでくださーい。だんだんだん乞食行為です。恵んでくださーい。こちらあれ、たまに何窓開けてくれる人おるの？あれ、投げるやつもいるからな。くださーい。これ2時間から3時間で500円ぐらいは貯まる。結構いくやん。たまにね、こうやってね、よくわかんない、お金かと思ってね、急に違うタバコまで投げてくるやつも。これいたずらでこうタバコをアイコスの吸い殻をポイって投げる。投げるやつもいる。これが終わったら愛の言葉を叫ぶ。ついてこい。どういうことだ。女子高生としてはこれショッキングじゃない、この人は存在が。うん、気持ち悪い。もう気持ち悪いとかで多分すまんと思うよ。友達にこの場所晒してやればいいじゃん。確かに。やだ、友達にこんな人と知り合いだなんて言いたくない。友達なくなっちゃう。
これは非日常すぎて結構刺激的ですよ。愛の言葉とは何でしょうか。トモサネくん大好きだー。トモサネくん大好き。誰誰それ誰誰のこと言ってんの。セクハラした男の名前何くんっていうの。トモサネくん。トモサネくん。あの時俺は間違ったことをしたかもしれないけど俺は今でも大好きだ。埼玉の介護施設でエレベーターで監禁してセクハラ行為をしたかもしれない、服を脱がさったかもしれないけど俺は今でも大好きです。本当にこれやっていいの。いやでもすごいいい部屋ね。何してんのお前。何があるの。あ、まいちゃん。いやいやお前何やってんの。えじゃねえんだよ。お前さここで、ね、寝るのにどうすんの。なんかささっきからこの家見とったらイライラしてきて。お前わけわかんない。お前二度と来んなよマジで。いい加減にしようって言っちゃった。前はこの生活から脱却してほしい。こんな生活してほしくないからその優しさで壊して。だって引き取らねえって言ったじゃん。いや前は絶対引き取らんよ。それでこれやるっておかしくないお前。いい加減にしよう。いやでもうちらの評判も下がるからこの暮らしは正直やめてほしい。関わらなくてよかったじゃん。何しにじゃここ来たお前。いや助けたかったからよ。キモマジ。ちなみにこのドロップちょっといただいていい。これどれぐらい前のやつ。ホタルの墓のあれやろや。兄貴のセーターの無能さが踏んだこの食べ物。飲んでみこれ。ちょ飲んでみ。お前に恵んでやる。これ結構美味しいぞ絶対に。ジブリの名シーンの。あーそう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 。そうだよ。お前美味しいか。古事記のお前にはそれがぴったりや。お前いい加減にしろよ。だってジュースなんて手に入らんやろ高価すぎて。だからドロップでジュースを作るんやよ。今のままには多分あやさん引き取ってくれんって言いました。なので古事記活動出張編をやってそのヘリウムの意気込みを見た上で引き取りましょう。駅行こう。おぎさそれだったら考えてあげてもいいかも。ちょっと待って、おめえいい加減しようマジで。あーもうやー。いつもでも道路でやってるわけや。じゃあな、俺の家。人脈か財産って言葉が今心に一番響いてるでしょ。これクモや。じゃあやめてって。めっちゃキャッなんてマジで。本当にクモはやめろって言ってんの。お前にもうどうかってやだ。ねえもうやだって。もう帰る。もう帰る。もう無理やんない。もう無理。落ち着いて。落ち着けよ。もう無理。車乗る先車乗る。もう無理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 。やばいだろ。本当に老害みたいな走り方する。本当に雲が無理らしいです。なのによく3ヶ月生き抜きましたという感じで今ヘリウムを引き連れて駅までやってきました。ここで君が保護猫活動してる桃さんに保護してもらえるか決まるよ。雨乞いをどれだけできるか、こじき恋をどれだけできるかで決まるよ。こじき恋、わかりました。あ、ほら、怒ってる車も。さあ、ヘリウム君、行こう。今僕はお家がありません。皆さん、恵んでください。前、お手本見せようか。あ、じゃあ私のためにお金を恵んでください。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。こんな感じでやるんだよ。はい、そこのお兄さん、お兄さん、今日無視しないで。無視すんじゃん。都会ってなんでこんなに厳しいのかな。やっぱブスやからじゃない。皆さんどうも注目。ここに友達箱があります。今日から僕と友達になりませんか。まだ200円しか貯まってませんよ。あれな、20世紀少年かお前。ちょっと目見てよ。おばちゃん、おばちゃんどうですか、ね、無視しないでくれる。お姉さんっていうバカ。どうも YouTube です。友達になりませんか。僕と友達になればいいことありますよ。幸運が訪れます。彼ホームレスなんですよ。そうです、僕は今ホームレスなんですよ。いつもこうやって物乞いしてるんで。いい加減ですよ。この人にお金を分けてあげてください。10円でも1円でも5円でも。あ、1円でいいんですよ。1円でもいいんです。ありがとうございます。おー、すげえ。知ってますか。ちょっと待って、キレが気になる。あ、そうです。おー、ありがとうございます。本当にいいですか。マジでありがとうございます。いや、今日から友達ですね。え、マジですか。え、やば、めっちゃいてくれた。やっぱお兄さんってすごいいい人です。いい人ですね。友達です、今日から。これはやばい、本当に。やばい。さすがに家に置いてもいいやろ。俺はいいと思うんや。みゆはいいと思うけど、うん、もう誠意は伝わった。さて、ヘリム君、車に乗ってこれから俺の活動している方の家へ行くわけで、引き取ってもらえる。はい、桃本さんの家へ着きました。あれ、この玄関は映して大丈夫ですか。全然。あ、お邪魔します。よかったな、お前も。なんでその笑ってんの。大好きな猫触れると。車の中でヘリウムと風俗の話してました。ねえねえ、余計なこと言わないでついてんじゃん。待ったって二度と動画で見たの。ここはすごいぞ。どうぞ、こっちの部屋です。猫の匂いがすごいする。おお、すごい。あ、かわいい。君をここで暮らさせてくれるかもしれんぞ。これすごいぞ、この猫の数は。こんなに猫飼ってる人おらんぞ。では行きます。はい。めっちゃ来たんや。え、どういうことこれ。これが母猫の。え、で、それで呼んだんですか、こんなにいっぱい。全部で猫、この家何匹いるんですか。50匹はいるかな。一人一人名前覚えてるんですか。うん、覚えてる。いい、すごい。マジで。ちなみにもう一回鳴き声になったらどうなるんですか。いや、もうここに来たから、あっちら辺で呼ぶと来るかな。一回移動してやりましょうか、最後。すげえ、めっちゃ言ってくる。母猫だと思ってるんですか、それは。私は多分お母さん猫さんだと思ってる。
いい、すげえって感じで、ヘリウム君もここの一員になれるかもしれん。なれる、ね、ホームレスから脱却できるかもしれんよ。なれる、ね、だから母猫の声を呼んだらヘリウムで来なきゃいけない。お、来た来た来た、ちゃんと来た。ねえ、マジで本当に猫にお前危害加えるな。それは気持ち悪いぞ。ちなみにこの子誰ですかね、お前。マル。この子は。タロ。この子は。クレミ。この子は。ポ。この子は。メル。この子は。マリア。この子は。パソ。この子は。ジロ。猫としてこの子は扱っていただけるんでしょうか。猫としてだったらひとまず置いてあげてもいいけど、人間としてやっぱ迎え入れるのはちょっと厳しいと。いやー、もう厳しい、それは無理。花川龍也の家はどこになるんでしょうか。玄関じゃん。もしもしだね。かわいい。ムームーしちゃんね。これ 霊が見える猫なんだって。イマジナリーフレンドを作り出してるんじゃない。仮想の人物を頭の中で作り出して、赤ちゃんとか猫ってこう見とったりする。リュウヤ、お前に家を用意したぞ。本当に。やばい、多分お前が臭すぎてや。入ってください、家路の中に。うわ、やば。いろんな病気があるから、ちゃんとね、こう中に入っとくと。いけもんやけど。自分であげとるやん。それ何をあげたの。カリカリとお水です。人間のものは食べれんから、これからキャットフード生活だね。さあ、猫とちゃんとシェアして。いいね、いいね。おー、ペロ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 してるわ。やばい、めっちゃ猫やってきた。人間には好かれんけど、猫には好かれとるみたいな。どうけ、食品レビューしてや。お味はどう。もじい、いやだ、その手。てめえらがさせたんだろうが。猫になりきるってことで、去勢もした方がいいと思う。ここで一からお金を貯めて、外に出て、また普通の人間としての暮らしを楽しみたいから、去勢は絶対しん。猫に近づかんな、この方々も引き取ってくれない。ということで、ちょっとヒゲをつけようぜ。こうやってマジックでちゃんと刻印してあげると、方法に。はい、こっちも。これでホームレスから脱却できるんだよ。ヘリウム猫ちゃん出てきて。はい、上手だね、出てきた。これやったら買ってもらえるわ。社会に詫びよう。はい、謝罪動画撮ろう。はい。二度と人間には触れることはしません。これからは更生して、人に手を出さずに真っ当な人生を生きて頑張っていきたいと思います。ねえ、匂い嗅いでる。臭いね。お前、人間には手を出さないって言ったな、こいつさっき。お前、まさかお前猫には。ちょっとそれはやめてよ。手を出しちゃうぞ。ねえ、キモいキモい。さすがに、そんなこと言っとったら引き取ってくれんぞ。いや、ごめんなさい、嘘です。テンションゼロ 100% みたいな。俺は最大テンションで猫に愛情を表現する。アラームが鳴るまではテンションゼロの状態。ピピピピピってアラームが鳴ったら、うわーってテンション 100%。 30秒後に、はい、今 0% です。アラームが鳴ったら 100% になってください。彼は完全に猫になってしまいました。人の家に住むために猫になる人間もいるんです。よくやった。でも猫に嫌われた。お前、猫の愛情表現しろと俺は言ったはずだ。猫やね、愛情表現になってないよ。やめてよ。いた。喧嘩すんな。もういいんじゃね。かわいいね。どっちよ。吐きそうなった今一瞬。これ食べてもいいよ。カミカミしていいよ。おめえじゃねえよ。新井くん、何よ急にビデオカメラなんて回してさ。金川龍也を猫にして保護しました。この人はもう男には、人間には手を出さないと誓い、猫になること誓い、ホームレスから脱却したわけです。いやいや、そういう人間はね、また繰り返すよ。何でも最近新種の風俗にまた行き始めたらしいです。最近新種の風俗に行き始めたらしいです。本当にやめて。なんかいろんなね、リスナーさんが目撃したって言ってる。へぇ、バレてるの。ねえねえ、本当にやめて。ねえ、だからやめてっつってんじゃんね、本当に。あれ、動画やめて。こうやって人にバレてくもんなよ。でも、二度と。どなんでしたっけ、どういうとこなんですか。ねえねえ、いちいちね。もういいって。やばいやばい、近い近い近い。たくさんの猫がかかってきました。歓迎しとる、みんな。よかった。更生しても治らない人もいるからね。ヘリウムを男でも乗っていいですか。じゃあ、ならぎって感じで、彼をここに住ませてください。お願いします。お願いします。お願いします。友達として引き取ってほしいです。それかけたらやばい。ドラえもんやん。それでも寄ってきてくれ、猫ちゃん。よかったね。よかったよ、猫に好かれとる。よろしくお願いします。仕方がないから、しばらくいさせてあげるけど、まあ本当に様子は見てるからね。はい、あなたのね。やだ、男。男や、男嫌いになった。この世にさ、もしも性別ってものがなかったら、お前はこんなことなってなかったわけや。ね、もういい、終わろうよ、もう。お前、話長いんだって。もういい加減にして。この世の全員が女やったらいいな。違う、もちろんそうだよ、女がいいよ。もう女だよ、俺好きなの。嘘つけ。ねえねえ、お前も最後なんでさ、ってお家話広げなくてよくね、マジ。もういい、だから正直に生きよ。男が好きって。店長行く。お店に行ってんのは本当 NG。 あ、お店、お店かって感じで、今回僕たち兄弟はこの友達のホームレスを救いました。救えてよかったと思っとるよ。お前、これから頑張れ。はい、更生します。それでは皆さんも性病に気をつけてください。行きますよ、終わりのピーナッツ。儚い壁にぶつかっても、何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。拍手。